お疲れ様です。5月23日木曜日朝6時の相場解説になります。今晩ですけども、23時から住宅件数の販売、その他アメリカからね、21時半からの材料がドカドカと出ますんで、今日はトレンド継続です。今日はトレンド継続なんですけども、幸いにしてね、数時間前に起きた FOMC の発表も大きく揺れることはなかったんで、このまま月火水と同じようにやっていけると思うんですが、明日はちょっとね、全く違ったマーケットなんだなと思います。まあ、今週はしっかりと利益が出たと思いますので、金曜日ね、明日は無理に挑戦しなくてもいいと思います。難易度はちょっと上がりますんで、星4つってとこじゃないですかね。もちろん明日トライできる方は、今後の力のね、発展とか、それから経験のためにやっていただければと思いますけどもね。はい、じゃあ今日なんですけども、トレンド継続ですから、同じようにバイでエントリーしていけばいいんじゃないかなと思います。こちらの方ね、若干ですけども超えたところがあります。そして流れとしては、上に行って下で、さらに上に行って、上昇トレンドそのまま継続していってますね。移動平均線の上にローソク足が出てるのもその一つです。ギザギザしながら上に上がっていくっていうふうに見えていきます。これが日足ですね。次4時間を見ていくとどういうふうになるでしょうか。はい、4時間も、まあ、真っ向上昇トレンド書いてます。この辺りから底値をつけながら、こういうふうな形でね、どん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 上に行ってる。で、ここも同じでしょ？こういうふうに見ておけますか。あ、ちなみに補助線をね、引く作業ってのは毎日やってくださいね。補助線を引くことによって、トレンドが色濃く、こうね、イメージに残るようになりますんで。そうすると、おおむね当たりがついていきます。その上で、さまざまな逆田号法なり移動平均線とローソク足の関係で補強していくって形です。で、最後に1時間を見ていきます。さあ、今日はどのように進めていけばいいのか。おっと、このローソク足の特徴、解釈できます？これはね、まずは強い陽線が出ました。で、次にその陽線の勢いが小さくなりました。3個目で上髭が出ました。この次ってのは陽線になりにくいんですよ。で、今、形成中の陰線になってますよね。この陰線がしっかりと確定した後で、さらに上の方に伸びていくっていうタイミングがあります。今日はそれを狙っていこうかなと思いますね。で、気がつくと移動平均線は上に向かって広がっていますから、今日もおおむね上昇トレンド、バイでエントリーすれば負けはないっていうふうにこう組み立てられるわけですよね。で、こちらの方の天井も超えてますんで、ああ、伸びそうだなと。そして前回の FX オリアル比の考察では156円の600あたりだったと思いますけどもね。そこから10ピップス以上伸びてますから、今日も上昇トレンドそのままで勝負できるんじゃないかなというふうに考えられるわけです。もしかしたら今週中に157円付近まで肉薄するかもしれないですね。それでは本日もよろしくお願いします。